願いを込めてケース中に入れてちぎって入れた方が早いよね。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのもーちゃんとおーちゃんです。はい、うわー、二人でも簡単に人形が作れちゃいます。これは去年アメリカに行った時に買ったものです、はい、あのさーちゃん、キレちゃんにやった時ね。そう、まだやってなかったんで今日はやりたいと思います。俺たち、サラちゃんをおすすめしてくれたの。あ、そうだっけ。あ、おすすめしてくれたのにごめんね、セラちゃん。ごめんね。ぬいぐるみの中に綿を詰めるおもちゃで、自分で作ったオリジナルでもいいし、専門ショップがアメリカにあるらしくて、専門ショップでもなんかすごいいっぱいいろんな種類のぬいぐるみのその革が売ってるらしい。こんな種類いっぱいあるよ。この中に入ってるのはこのピンクと茶色のクマさんだね。あとね、このハートのケースの中にメッセージを書いて、この中に入れて交換することができる。今日はさ、お互いへのさ、今の気持ちを書いて、感謝の気持ちとか。お互いへの愛を。それをプレゼントしちゃいましょう。じゃあ早速作ろう。はい。はい。じゃじゃん。あ、あ、綿が下に入ってる。じゃじゃーん、綿です。クマちゃんいた。クマちゃんの抜け殻いました。メッセージカード。お、メッセージカード。説明書。これね、くきくけばクマに持たせることができる。くきくけば？くけばかな。はい、中身はこんな感じです。はい。クマちゃんがさ、思ったよりも小さいですね。可愛いね。このぐらいならなんかいつも一緒にいられる感じ。そして綿が1個、あとこの中に2個で、これで1匹分かな。それからお洋服が入ってます。ここになんかもメッセージ、メッセージなの。これね、メッセージ書いて折って、このケースの中にしまってクマさんのお腹の中にしまうってことね。そうだね、シールカードみたいなも一緒に入れることできるね。あ、そうなんだ、これもメッセージカードなんだね。まーちゃん入れてみたね。こんな感じになります。まーちゃん、まーちゃん、誰が最初作る？まずはさ、メッセージを書きませんか。メッセージ。さあ、お互いにね、普段思ってることとか、なんか伝えたいこととか書きましょう、ね。これを蓋を開けて、綿を出して中に入れてください。そうだね、ぎゅうぎゅうしないで、なるべくふわふわにして入れてくださいすごいふかふかだね。そして蓋を閉めてください。はい、できました。はい、ここにクマのこう開けて、顔がギュンってなってるけど入った入ったら、そしてくるくるって一回、え、一回これを回して、あ、そうするの。へえ、面白い。そしてレバーを回す、回して入ってくるの分かる。入ってくるの分かるんだよ。あ、ほらほらほら、すごい入ってきて、なんか、どんどんなくなってきてる。そしてクマね、だんだんね、膨らんでくるんだよ。ほら、お腹、ほら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 、もう一回、なんか取れそう。大丈夫、一回これ取れても大丈夫だよ。大丈夫なの。取れたら、一回こうやって、一回ギュッと詰めて、で、足のところ全部自動で詰まっていくわけじゃないのね。またそこに、こう、そうだね。スマホ、お腹膨らんでくるかな。なんか、あ、なんか膨らんできた。取れた。これなんて、普通にさ、普通、これ普通です。普通に見て、詰めた方が入った。何を言ってるんですか。頭入った？どれ？お、本当だ。洋服に出てくるのが皆さんね。
こうやって押し出してくる。おお、出てきた、ね、ちぎって入れた方が早いよね。これね、ちぎって入れた方が早いです。おーちゃんはどこから出てくるかな。でで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 でこれほん台無し。あ、違うだろう。どんなメッセージだろうな。安全ピン、着締めの時にはね、安全ピンとかクマの手に ツンちゃんとまた送られていくね。お腹がパンパンになってきた。ほら見て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 、ここにちゃんとね。よし、おっ、できました。できたから交換しましょう。まーちゃんどうぞ。おーちゃんどうぞ。ありがとう。ありがとう。よし、じゃあ早速開けちゃおう。メッセージ、早速メッセージの確認。おーちゃん、どんなメッセージ書いたかな。なんかちょっと、まーちゃん大好き。まーちゃん一緒に面白い動画作ろうね。まーちゃんずっと遊ぼうね。ずっとね、仲良しでいいよね。おーちゃん、まーちゃんずっと遊ぼうね。ずっと仲良しでいいよね。おーちゃん、まーちゃん一緒に面白い動画作ろうね。まーちゃん大好き。まーちゃんの気持ちは、まーちゃんの気持ちは読めるかな。読めない。パパに読むの。はい、素敵な夏を過ごしてね。おお、何か大人か。後ろにも書いてある。大好き。後ろにも書いてある。まーちゃんより。これは、これは、おーちゃんへ。いつも元気で可愛いし、とっても素敵。まーちゃんより。ビフォーアフターの前のおーちゃんはツインテールで、今は声を覚えてるね。あー、よかったね。よかったね。ありがとう。ゆら。今日はステラちゃんにおすすめしてもらったぬいぐるみを作るワークショップ、はい、ワークショップっていうおもちゃで遊びました。はい、はい、まーちゃん、おーちゃんどうでしたか。嬉しかった。そして嬉しかった、うん、あ、何が嬉しかったの。まーちゃんのメッセージ。そっか、よかったね。私はおーちゃんにメッセージもらって嬉しいです。二人ともお互いのプレゼントのクマちゃんとずっと一緒にいてね。うん、グッドボタン、チャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok もやってるので、ぜひぜひフォローしてください。あと通知ボタンも押してね。ベルマークだよ。ベルは鈴ってことです。ひまわり咲いたらじゃんけんぽい。私たちはチョキを出しました。パッカのパッカの勝ったら明日は好きな人に告白されるかも。なんじゃないじゃん。だって子供なんだからね。好きな人と話できるかも。好きな人とお話。バイバーイ。かわいいかわいい。バイバーイ。クマちゃん、クマちゃん、忍者ドロン。嬉しいメッセージ、嬉しいメッセージ、忍者ドロン。おっちゃんドローンできてない。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。